はい、おはようございます。キャプテン浩二です。おはようございます。今ね、朝の出荷から帰ってきました。今日はね、水曜日ということでね、2020年の7月の8日水曜日朝の9時57分、もうすぐね10時になろうとしております。こんな感じでね、今日はね、蝶々はね、なんか虎、柄のついたね、蝶々が今止まっておりますね。なんという蝶々でしょうかね。今蜜を2匹ね、2羽ね、蜜を吸っております。こんな感じですね。そしてね、雨がね、ようやくね、長く降り続いていた大雨が、今日はね、上がってね、曇り空で雨が降らないみたいですね。スマホの予想ではね、雨が降らないということで、少しずつね、水がね、流れておりますけれどもね、これ田んぼの水かな、田んぼに溜まってる水だと思いますけどね、これがね、少しずつ流れております。ちょっとね、もう毎日ね、外に出れないのでね、家の中でね、いろいろやってますけれども、やっぱり雨の日はね、息苦しくてね、大変ですね。はい、それではね、今回の作業の方をやっていきたいと思います。今回はね、もうか、ミラーアビーですね。僕のミラーアビーに、窓ガラスをね、ちょうどね、雨がね、またね、明日からね、また降りそうですので、窓ガラスにガラコをね、したいと思います。ガラコの施工をしたいと思います。ガラスコーティングね。はい、ガラコがね、ちょうど残り少なくなってきておりますけれども、これをちょっと施工していこうかと思っております。もうあとちょっとやな、また新しいの買ってきましょうかね。よし、はい、それではね、もう片手で取りながら簡単にやっていきます。せっかくなんでね、電面ちょっと施工してみようかと思います。こんな感じでね、こんな感じでやっていきたいと思います。よし、なんか匂いが独特なんでね、たっぷりね、つけてね、巻きます。で、しばらくね、乾かしてね、はい、いいでしょう。こんな感じでね、たっぷりね、塗り残しないようにね、よし、よし、今動画撮影中期、うん、はい、サイドガラスね、サイドガラスもしっかり塗っておきます。
いしょ。で、ミラーもね塗ります。しばらくね固まるまでねちょっと待っときますね。この上も塗っときますね。いろいろなところに塗って、垂れてきたな。垂れてね、これはボディにといたらまずいかな。はい、こんな感じでねもう簡単にね塗り終わります。そしてギアね、ギアガラスも、ちょっと片手ではしんどいですけどね、マーサンガレージ。よいしょ。ああ、結構面積ありますのでね。アルコールが入ってるんでね、あんまりね、こういったプラスチックとかゴムはね、塗らない方がいいかもしれないですね。まあガラスだけ塗っておきましょう。ガラコなんで、はい。しっかりね、電面にね塗って、でちょっと固まりますんでね、しばらく置いてたらね、しばらく置いておきます。はい、疲れましたね。疲れますね、なかなか。まあ一回塗って、そしてまたね、時々ね塗っていきます。また。はい、こんな感じで、はい、いかがでしょう。しっかりね塗って、置きましょう。はい、はい、終わりました。はい、疲れたね。
これだけ入っててね、結構ね、長持ちしますのでね。クリーンビューのガラスコート。あ、これクリーンビューのガラスコートですね。ガラコやないね。ガラスコートという名前ですね。あら。まだね、何かに使えるんでね。これは取っておきましょう。はい、ちょっとね、ダーッとですけども、塗ってみました。この後ね、ちょっと乾いたらね、もういいかな。わからないけど、ちょっと乾いた方がいいんかな、と思いますね。しばらく置いてね。濡れた雑巾でね、拭いていきますけれども、はい、そんな感じでございます。一応拭きましょうかね。もう施工を拭いてももう大丈夫だと思いますので、一応1回目なんでね。これからちょくちょくね、コーティングをガラスのね、今度ガラコを買ってきて、コーティングしたいと思いますけれども、はい、それではね、ちょっとね、水で絞ってね、拭きましょう。まだ早いという意見もありますけれども、横はね、もう別にあんまり問題ないのでね。はい、軽くね、もう拭き上げていきます。これでね。軽く拭いて。はい、軽く拭いて、あとまたの跡が残ったらね、空拭きでね拭きますので、こんなもんでついてるんかなという感じですが、よし、はい、どうでしょう。まあ、綺麗になってますね。はい、それでは、はい、ちょっとね、また水絞ってね。ああ、綺麗になってますね。光ってます。ピカピカ光っておりますね。一回だけではダメなんでね。よし。ああ、いい感じで光っております。はい、今日はね、
母がね、美容院に行く日ですので、この後ね、10時40分になりましたらね、母を美容院に車で送り迎えしてきます。よし、はい、はい、いい感じです。まあなかなかね。はい、それではね、フロントガラスの方をね、やっていきましょう。よいしょ。たっぷりつけたので、しっかりね、磨いて、いきます。よいしょ、ね、いい感じですね。よし、はい、よいしょ、このこういったね、手ぬぐいがね、よく伸びてね、いいですね。もらなくね、伸びるんでね。はい、もう一遍反対側行ってね、拭いておきましょう。はい、いかがでしょうか。これですごくボディの方もちょっと塗っておきましょう。そしてね、内張りね、内側のガラスの内側もちょっとついでなんで、きれいに拭いときましょう。関係ないけどね、内側は関係ないけど、やっぱりだいぶ違うかもしれないんでね。よし、しっかり汚れをね、拭いて。やっぱりね、なんかついてますね。内側が汚れてたらね、よいしょ、しっかり磨いておきます。内側もね、よし、ちょっと待ってね、リアガラスの内側も、よいしょ、しっかり磨いておきます。
よいしょ。おう、雨のね、あの水滴がねついてると思うんで、そういうところもねちょっとね汚れてるんでね、ギアガラスの周りもまああんまり拭かない方がいいけど、よし、まあいい運動になるな。あ、今お日様が出てきました。明るくなってきましたね。はい、こんな感じでね、軽くでいいんだけどね、力入れて拭かなくてもいいんだけど、またね、まあ磨いておきましょう。はい、こんな感じですかね。ガラスのコートなんで、そんなにね綺麗にはならないと思いますけどね、綺麗にはならないんだが、こうやってね、こういった機械ですのでね、ちょうどこのガラス周りね汚れてるところをね、しっかり こんな感じでね、ところどころね雨じみが出ておりますので、そういうところもね、汚れをね取ってね行ければね、まあこまめにこうやってね、やってればいつも綺麗になると思います。よし、本当にね素晴らしい。18年落ちですけどね、18年、新車で買って18年経ってますけど、こうやって、こまめにねいつもね掃除してればいいのかなと思いますので、これからどんどんこの車のねミラーアビのね DIY を続けていこうと思います。こういうところね色あせておりますのでね、シリコンスプレーとか塗ってね、やっていければと思います。はい、いかがでございましょうかね。よく磨けてると思います、ガラス今日ね磨きましたけれども、はい、シリコンスプレーもねよくねついておりますので、こんな感じでね、僕のね体が映ってると思いますけれども、しっかりね磨いておるからこそね、ガラスに映り込んでおりますね、しっかりね、こっち側もねガラスに映り込んでおります。いい感じでね磨けました。またねちょくちょくねガラスは磨いておこうと思います。綺麗ですね、気持ちいいね、ガラス磨きはね。はい、わかりますかね、映り込んでおりますね、完全にというか、しっかりね、僕の体が映り込んでおります。ね、気持ちいいな、こんなに綺麗だとね。はい、いかがでございましょう。ちょっと水滴がね雨で中に溜まってるんよね、まだね綺麗に水滴が取り切れてないのでね、ちょっともうアプロのマークがちょっと取れかかっておりますので、これ取りますかね、アプロのマークと取った手垢が見えますので、まあ綺麗にする、几帳面にね綺麗にする必要はないんですけどね、劣化を防ぐ意味でね、こういうところねもう割れておりますけれどもね、ラジオのアンテナの取り付け部分金具がねボルトちょっと締めすぎてるんでしょうか、
ちょっと割れておりますが、でこういったね、細かいところね、隅のね、で窓ガラ、ね、ドアミラーのこの隅っこの方ね、こういうところがつきやすいので、汚れがつきやすいのでね、よく拭いておきましょう。はいはい、いかがでございましょう。でこういうところもこまめに、プラスチックのメッキですのでね。はい、これで、キリがないのでこの辺で終わりたいと思いますわ。いかがでございましょうか。はい、こんな感じでね、終わります。はい、いかがでございましょうね。すごく綺麗になりました。ね、よその車と比べたら、もうトライアルとかね、ディスカウントストアの駐車場に停めてれば分かると思いますけどね、すごくね、綺麗でございます。シリコンスプレーね、ボディにしまして、そしてタイヤにもね、シリコンスプレーつけておりまして、そして映り込みがね、すごくね、見えますかね、映り込んでます。はい、それではね、ちょっと遠目に見て終わりましょう。こんな感じでね、簡単にね、施工できます。20分もあればね、施工できますし、時々やればいいだけなんでね、なかなかね、忙しいと思いますので、皆さんもね、時々こういう感じでやっていければいいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。ちょっと長くなりましたけどもね、この辺で終わりたいと思います。最後は僕の愛車ミラアビ2002年式、走行距離が今3万9000キロですね。はい、全然問題ないです。はい、それでは最後に、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。